ほんまや、よう見てんな、ほんまや。部長っていっつもそうやわ。こう、俺らがやっと仕事終わって退勤するってなったタイミングでまだこれもあるよみたいなさ、やっといてみたいな。そうや、あの人そうや。もう帰れるってなったところで仕事くれるって、もうほんまに嫌や。その通りやわ、見てんな。はあ、ほんまにもう俺がだるくてだるくて、今日もさ、もっとあの早い時間から飲めるはずやったのに、ほんまにあの人はな。ああ、もう結構飲んだな。うん、ただラストオーダーちゃう。あ、もうちょい飲む。うん、なんか、ちょちょちょ飲ましよう。すいません。枝豆とハイボール。お前は。あ、ちょっとごめんなさい、待ってください。おい、ラストオーダーで鍋頼むのが部長や。やってること一緒や。あかんって。バイトのこの顔見た。あの、この。帰れるって思ったのにの顔。あかんって、鍋頼んだら。あの、そういうので俺ら普段ストレス与えられてるわけやからさ、人に会ったらあかんってな。あの、ラストオーダーのバイトも多分ここで、あの、軽い注文だけしたら帰れる感じだと思うからさ、楽にしたら。あ、ごめんなさい。枝豆とハイボール、お前は。あ、ちょっとごめんなさいね。おい、本格石窯ピザも一緒だぞ。本格石窯ピザ、本格で石窯やからさ、部長や、それは。あかんって、ほんまにあったかごでやってるって。見た、バイトの子。名札、カナピスって書いてある子やったら。そういうなんか、明るくチャキチャキした感じの子がこういう子じゃなくて、かわいそう。変えるんや。なんかこうやって、厨房で、なんかしゃれてね、集まって。なあ、そういうことや、警戒されてるやん。あかんかい。軽めの注文で帰らせてあげましょう。あ、ごめんなさい。枝豆とハイボール。前は。どっちもあかんって。ちょっとごめんなさい、待ってくださいね。あの、ほんまにあかん、ほんまにあかん。あの、鍋と本格石窯ピザは、そもそも食べきれるかってのもあるし、あの、全部間違ってるぞ。うん、あのさ、何が目的なの、お前。あの子になんか、ストレスぶつけようとしてる。普段の職場をなんかこう抱えたやつ、八つ当たり的になろうとしてる。してるんや。あかんな。あかんな。あのさ、こういうさ、ストレスってさ、あの、世の中で循環するやん。部長が俺らにストレスを与え、俺らがカナピスにストレスを与え、カナピスがまた誰かにストレスを与え、それが回り回ってまた新しい部長を作るやんか。もうそういう輪廻が生まれるやんか。な、全部回んねん。全部丸いねん。な、鍋丸いやろ。ピザ丸いやろ。全部丸やねん。そういうことやねん。ここで全部この循環断ち切ろうや。その断ち切るって意味でのラストオーダーや。そういうことや。もう、ちゃんとここでもうスパッと俺注文しよう。ごめんなさいね。何度もね。枝豆とハイボールで。おや。4回呼び直して何も頼まんのも嫌やからさ。